はい、お願いします。今日は、あさってね、はい、有馬記念があるんで、まあ、あさってって今日は金曜日なんですけどね、はい、で福山さんが、相談ノートに、5番人気から9番人気の紹介 YouTube で1頭選んで YouTube 配信をしようと思ってますと、これなんだっけ、10番、10番っていうのはこれ馬番、馬番ついて馬番、うん、馬番10番のジャスティンパレース、はい、マーカンド騎手を、選ぼうと今のところ思ってるという、まだ途中ですね、はい、で何かアドバイスしてもらえることがありますでしょうかということで、はい、これはじゃあ、福山さんが、このジャスティンパレースを選んだ、理由を教えてもらえば、うん、そうだなっていう、その選び方がね、うん、ジャスティン・パレスが、でしょうという意味じゃなくてね、はい、選び方に関して、もう少しここを変えた方がいいんじゃないかとか、はい、うん、それでいいんじゃないでしょうかとか、そういう話を、まずはしようかなと思いますね。はい、うん。じゃあ、理由ですね。理由ですね、うんうん、まあ、決めた理由ね、うんうん、ですね、うん、8番人気なんですよね、うん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 、8番人気違う、ごめんなさい、うん、7番変わってる、ちょっとオッズで変わってたんで、あ、まあ、今まだね、予想人気、ね、予想オッズですから、うんうん、馬券が発売されてませんので ね、まあ、うん、気になったんですよ、うん、8番やったけど、で、まあ、ディープボンドとか、逆になっとって、あ、なるほどね、はいはい、まあ、エフフォーリアがちょっと4番やったんが6番になっとって、5番はもう ベラアズールはもうずっと5番 で、うんうんうん、で、まあ、9番もグレープはじゃブレークアップが9番人気で、うんうんうん、まあ、そうしてこう見てみると、うんうんうん、ちょっと、まあ、5番人気のベラアズールも、うんうんうん、まあ、すごく強いんですけど、うんうんうん、まあ、先生もこの前ちょっと、うん、公開カウンセリングで言ってもらってて、うんうんうん、まあ、機種代わりをしているので、ムーアさんでしたよね、うんうん、そうですね、まあ、うん、でもすごく強かった、うんうん、上手な騎手なので今強かった、うんうん、松山さんも上手なんだけど、うんうん、ちょっとここで変わってるっていうのに、うんうん、どう、まあ、ちょっとどうかなと思いながら、うんうん、でも、もう6番はエフフォーリアがもうね、うんうん、ちょっとこう馬の状況がちょっと分かれへんなっていうのもあったんで、うん、うんうん、そうなってくると、うんうん、まあ、で、ディープボンドもちょっと枠とか、また8枠になってるんですね、うんうんうん、ブレークアップもね、そうですね、うん、そうなってくると、うん、まあ、5枠で、うんうん、で、まあ、この外国のマーカンドさんが上手に、うんうん、上手なのもあって、うんうんうん、まあ、で、この、まみ、直近のレースを見ると、うんうん、阪神で、うん、菊花賞 G1 3000が、うん、まあ、3着なんやけど、うんうんうん、なんかその時の1着が、うん、あれどういうんだったっけ、レコード、うんうん、レコードタイムって言うんですね、うんうんうん、で、まあ、すごく速いペースで、うん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 、3着でもすごいタイムはいいなと思って、うんうんうん、まあ、すごく強いんじゃないかなと思ったんです。そうですね、まず肩を例えば使った、まあ、例えばじゃないわ、肩を使ったとすると、うん、その実績から考えた時に、うん、ジャスティン・パレスも G1 の3000の、はい、5着以内ですから、実績が、はい、3着ですから実績がありますよね、はい、そして、うん、5番人気のベーラー・アズールも、うん、さっきも言ってた通りジャパンカップの1着ということ、それと、まあ、エフォーリアも、はい、昨年になりますけどね、はい、昨年の有馬記念も含めて、うん、まあね、エフフォーリア年度代表馬ですから、はい、
もうめちゃくちゃ実績はあるわけですね。で、ディープボンドも、実績があるんですよね。で、そこから考えたときに、まあ、今のように、その、まあ、実績、まあ、例えばディープボンドであれば、今年の春の天皇賞2着ですから、十分、その G1 の実績、そして去年の有馬記念も、2着ですからね、やっぱりさすがに強い馬が集まったということで、その肩を使って実績だけってなった時に、まあ横並びになると思いますよね、ベラアズール、エフフォーリア、ジャスティンパレス、ディープボンドですね、でブレイクアップに関しては G1 の実績はないですよね。そうすると、まあ、まず肩の時点で、とりあえずそのブレイクアップがまず、その決死になりますよね。で、先ほども福山さんが言ってくれた通り、この有馬記念っていうのは、今までの統計からすると、この8枠というものが、非常に不利なんですね。そうすると、まあ、馬番15番のブレイクアップ、16番のディープボンドっていうのが、まあ、決死対象に、深山さんが言った通りになるだろうなと思います。僕もそう思いますね。そうすると、ベラアズール、エフフォーリア、ジャスティンパレスってなりますよね。で、エフフォーリアは、福山さんが言った通り、ちょっと、こう、調子を崩しているということ。まあ、それが、どこまで戻ってるのかっていうのは分かりませんけど、まあ、この3頭の中で1頭を選ぶってなってくると、やっぱり、いくら去年の有馬の1着で、その去年の年度代表馬としても、まあ、今年が振るってないですから、実績が。それからすると、まあ、決死対象になるでしょうね。そうすると、ベラアズールとジャスティンパレスということになる。そして、多分、福山さんが、ベラアズールとジャスティンパレスの中で、ジャスティンパレスというものを選んだんだろうと思いますよね。流れとしては、悪くないと思いますね。ただ、今、まあ、YouTube 聞いてくれてる方が、もし、予想するとすれば、まあ、今僕話しましたよね、でも、例えばそうですね、まあ、エフフォーリアが調子が戻ってたら強いですよね、強いですね、まあ多分、ベラアズリア、ジャスティンパレスよりは強いでしょう、で、ディープボンドは、まあ、8枠ですけど、ディープボンドは先行馬なんですね。で、今回先行馬が少ないんですね。そして、多分予想されると、まあ、タイトルホルダーが多分逃げるでしょうから、去年のように、去年、もうここ最近のように、そのパンサラッサがいませんから、今回。多分、ボルド、なんだっけ、タイトルホルダーが、まあ、一頭とは限らないですけど、まあ、かなり強い逃げ馬なんで、まあ、番手というね、位置でも競馬ができる非常に強い馬なんですけど、まあ、パンサラッサがいないということはもう、多分、一頭で逃げる可能性が高いんですよね。まあ、そこに何かがついてきたとしても、その本気で、タイトルホルダーと、その逃げで競い合って、最後まで、その勝負をするというふうには、考える馬はなかなかいないんじゃないかな。まあ、騎手も含めてね、いないんじゃないかなっていうことから考えると、ディープボンド、8枠だけど先行して、タイトルホルダーに近いですよね、場所的に。タイトルホルダー13番で、ディープボンド16番っていうことは、7枠とね。
15、14、13で、用意ドンってした時にタイトルホルダーバーンって出ますよね。そうすると左側にリップモンドから見て、左側にタイトルホルダー見えますから、で、タイトルホルダーシューって先に行くと、多分ディープモンドシューって後ひっついていきますよね。そうすると、この、今年のレースで、ディープモンドが8枠に入ったということは、プラスではないですけど、ものすごくマイナスかって言ったら、例年よりはマイナスの度合いは低いんじゃないかなと思いますね。だからディープボンドも8枠だから簡単に消しっていうのはちょっとっていうのはありますね。でベラーズールもそのムーアさんがそのすごく上手な、まあ、世界有数の騎手なんですが、あのベラーズール自体が強くなければ、ムーアさんが乗っても勝つことはできないんですね。それから考えるとベラーズール、まあ例えば5、6、7、8、9番人気の例えば馬だけ比べるってなった時に、馬だけで強いのはやっぱりベラーズールでしょうね。はい、そうですね。だからその馬のこの強さの5、6、7、8、9って 5頭の中のこのベラーズールという馬の強さをひっくり返すほど、そのムーア騎手から松山騎手に乗り換えるのがマイナスかって言ったら、僕はそこまでマイナスじゃないんじゃないかなと思いますよね。でもちろんジャスティン・パレスは3歳ですから筋量が軽いということありますね。55キロ、そういうふうに その筋量から考えたらベラーズールは57キロかな、になりますから、あの有利ということありますよね。だから、そうですね、ベラーズール、ジャスティン・パレス、ディープボンド、もし調子が戻ってればエフフォーリア、難しいと思いますよ。だからあの福山さんが、そのどれが3着以内に入るのか、ということをその先ほどのお話を聞いてると、その以前僕がその話してた乗り換わりとかそういう、その一つ一つのその不安要素であったりマイナス要素を完全な決め手にするっていうのはちょっとやめた方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ言うてもジャスティン・パレス、あの3着なんでね。そうですね。そしてまあ例えば馬券が発売されないと、まあ正式なオッズはわからないんですけど、前日の10時にならないと、あの考え方としてね、あのやっぱり人気順というのに対するちょっと意識が薄いかなと思いますね。やっぱりあの、まあ、例えば5番人気の馬、これがベラーズールじゃなかったとしてもですね、5番人気の馬をその外して6番7番8番9番の馬を選ぶって言ったら、かなりのプラス要素がないとダメですね。わかりますよね。そこから考えたときに、7、まあ、ましてや5番人気がベラーズールですから、7番、これジャスティン・パレスがせめて6番人気だったら、この時点で、これがまあ今予想オッズなんで、あれですけど、これがまあ、例えば前日の10時のオッズだとしてください。オッズだと想像してくださいね。もしこれが夜10時のオッズであれば、今の、その、福山さんの、その、決め手の要素としてはですね、5番人気の馬に7番人気の馬が勝てる要素としては、ちょっと厳しいかなと思いますね。こういうふうにいつもそのどのレースでも、やっぱりこの僕たちの最
型っていうのは人気順というものをベースにしてるんですね。だからということは人気順っていうものはその非常にその価値が高いということになるんですよね。わかりますよね。うん。だから人気順のその予想の時の価値の度合いを上げるということを、まあ今回の有馬でも、そして来年から、あの年明けすぐに、あのまあ新山記念ともう一個なんだったっけ、ちょっと忘れちゃったけど、あの金牌はちょっとあのやめますから、そこから考えた時にその福山さんだけじゃなくて、こう初心者の人が今知ってる競馬の知識というものを全部含めたものが人気順なんですよ。わかりますよね。と、はい、いうことは自分が初心者であるということを考えた時に、はいはい、7番人気の馬が5番人気を超えるほどのその、自分が知識を持っているかどうか、ということはやっぱり常に考えながら、そしてまあいつもいつも5番人気が来るということは今までの経験からもないわけですから、ただこの有馬記念ぐらいになってくると、特にまあ G1 っていうのもそうですよね。まあこれが G3 ぐらいの時だったら、今みたいなやり方でも、的中する可能性はあるのかもしれないなと思うけど、やっぱり G1 ぐらい、まして有馬記念ってなってくると、ジャスティンが来ないという意味ではなくて、もし決め手にするんであれば、やっぱり金量ということですかね。やっぱり金量が55キロっていうのは大きいんで、さすがのベラズール、エフフォーリアも55キロのそのジャスティンのような上がり馬にはなかなか勝てないんじゃないかっていう発想であれば、それはありかもしれないなって思いますね。わかります。今みたいな考え方ね。だからその簡単にその5番人気を6番人気、7番人気、8番人気、9番人気が超えないんだっていうことをやっぱり意識しとくっていうことがすごく必要だと思いますね。わかりました。それとやっぱりジャパンカップ、もちろんその人によっては、YouTuber さんとか、ブロガーさんを含めた予想家の、人によっては、そのジャパンカップが、その相手関係として、レベルが低かったっていう、確かにその要素はあると思いますけど、何でもこう人間の陸上競技でもそうなんですけど、その、一着になるっていう、その勝ち切るということね、その1着と2着っていうのはやっぱ大きく違うっていうふうに考えた方がいいですね。そうすると3着とかはまたさらに違ってきますから、やっぱり勝ち切る力っていうのはその相手関係以上のものが僕はあると思いますね。なかなかその人間の陸上競技でも、その馬が走る競馬でも、この一着になる、特にこのグレードの高いレースで一着になるっていうのは非常に難しいですから、その辺はやっぱり一着なんだなっていうことね。例えば一番人気予想のイクイノックスも天皇賞秋の一着ですよね。で、タイトルホルダーも、今年の天皇賞春と宝塚記念の一着ですよね。で、ジェラルディーナもエリザベス賞の一着ですよね。で、ボルドグフーシュは2着ですよね。差のない2着ですけども、アスクビクターモアだったっけな、菊花賞1着だったと思うんですけど、それの2着だった、やっぱり2着なんですよね。だからそのあたりはこの1着と2着っていうのは、
この勝ち切る力っていうね、はい、競馬で考えた時に勝ち切る力っていうことは、はい、少し重視した方、うん、競馬を考えるっていう、うん、肩をまた肩で決まらないってなった時にね、競馬での要素を取り入れるってなった時に、はい、うん、まだ勝ち切れてない馬だよなと、はいはい、やっぱり上がり馬っていうのは、はい、やっぱりその前走前々走もしくはまあその前まで、はい、一着っていうのがやっぱり上がり馬の条件じゃないかなと思うんですよね、はいはい、うん、まあ、例えばベラアズールがジャパンカップに勝った時も、はい、うん、1着が続いてたんですよね、はい、でジェラルディーナがこの前エリザベス賞に勝った時もその前のレースは1着だったんですよね、うんうん、なんか上がり馬っていうのはその3着2着1着っていう風に段階的に踏んでくる馬ではない、うんうん、一着という実績をこう積み重ねてきてる、うんうん、その間に、まあ、例えば一着二着一着ってなったら僕の考えでは上がり馬ではないです、ね、はい、わかりますよね、一着一着っていうのは上がり馬、二着一着は微妙、これが一着二着二着っていうのはここ最近という意味ね、一番新しいレースが2着、その前が1着だったら僕の中では上がり馬ではないっていうふうに考えますね。うん、だから上がり馬っていうのはその段階的にその着順を上げてきた馬ではないというふうに僕は個人的に考えてますから、まだジャスティン・パレスは評判はいいですよ、もちろん。で、馬圏内に来る可能性も十分あると思います。うん。例えばこの前の菊花賞の馬が1着の馬は出てないです、うん、で2着はボルドグフーシュが出てます、うん、で3着がジャスティンパレスです、うん、でそう考えた時に枠順としてはボルドグフーシュの方が非常に有利枠に入ってますけど、どういう走り方を福永騎手がするかわからないですが、今までの競馬は後方から来てるんですね、ボルドグフーシュっていうのは後ろから、うんうんうん、そうすると内枠に入ったっていうことが、うん、必ずしもプラスとは言えないかもしれない、わかりますよね、はい、ただ今回の有馬っていうのは、はい、タイトルホルダーがもし後ろからイクイノックスが来るということを考えると、はい、かなりこう逃げる可能性があると思うんですよね、うんうんうん、そうすると縦長になりますよね、はい、縦長になると、うん、そのボルドグフーシュっていうのは多分少しこう下げてというか、あんまり一生懸命行かずに、うん、スタート直後に、はい、普通に自然に行って自然に下がって、うん、ちょっとまあ真ん中ぐらいに来るんですよね、うん、そうするとこう縦長になってると、うん、その最後ですシュッて外に出していくっていうことが福永騎手だったらできますから、うん、そうするとこれなんでボルドグフーシュが、うんうん、今の予想ですごく高いところに来ているのかといえば、はいはいはい、福永騎手で人気っていうだけではなくって、うん、展開というのを考えた時に、はい、ボルドグフーシュも外に出せるんじゃないかっていうふうに考えてるんだろうと、まあ、今聞いて話は難しいとは思いますけど、こういうふうにこの自分の中でその5番人気から9番人気の馬を選ぶって考えた時に、5番人気から9番人気の馬だけを考えるよりも、その全部の馬でまずやっぱり自分の中でこう、うん、馬を走らせる、うん、ということがいずれは、うん、そのできるようにならないと、うん、馬券を当てることは難しいんですね、わ、うん、かりますよね、これを展開読みというんですけど、うん、将来的にやっぱりワイド馬券で投資していくってなった時にやっぱり展開読みというものができないと、その出てる馬によってその5番人気から9番人気の馬が勝てる要素がある、もしくはもう1頭も入らずに上位だけで決まる
ということもある。それっていうのは展開によって変わるんですね、うんうん、強い馬ばっかりが4頭いるから、うん、あの5番人気から9番人気が入らないというよりは、うんうんうん、このレースの展開が、うんうん、この5番人気から9番人気の馬にはこのレース展開が向かないな、うん、だから入らないかもしれないなっていう方が、うん、的中率は上がると思います。わ、うん、かりますよね、うん。うん。で、そうですね、うん、ジャスティン・パレスは先行、うん、今回先行が少ないですから、うん、先行で、その逃げはしませんから、はい、例えばタイトルホルダーが逃げて、はい、その後に、ディープボンドがついて、はい、でその後ぐらいにジャスティン・パレスがついてってなってきたら、はい、可能性としてはあるかもしれませんよ。はい、うん、そうです、はい、うん、ジャスティン・パレス馬券内僕はありだなと思いますね。あ、そうですか、うん、だからジャスティン・パレスだって福山さんが思ったら、うん、ジャスティン・パレスっていうふうに自分が思ったもので馬券を買って外れたらしょうがないんですけど、他の人のその意見ね、うんうん、に流されて、うんうん、自分その予想を、まあ、例えば変えて、うん、そして外れたっていう時にはその、うん、あんまり自分のためにはならないかもしれませんね、はいはい、うん、いい意味で、うん、その自分はもうジャスティンだって思って、うん、外れてショックを受けないと、うん、次なんでジャスティン負けたんやろうっていう風な、うんうん、その次の勉強をする動機にならないんですね、うん、だから、まあ、今僕話しましたよね、はい、今の僕の話聞いてなんとなくでいいんで、はい、5番人気から9番人気でどれだと思います？今福山さんが初心者なんでちょっと足りない部分として僕が今ちょっと補ったんですよね。うん、でもちろんどれが来てもおかしくないです、うん、今の僕の話聞いて、うん、はい、であと2分ぐらい残ってますから、はいはい、今の時点でもちろんまた今日帰ってから決めて、はい、内容は変わっても全然いいんですよ、はい、うん、馬券が変わってもね、はい、今の時点では、はい、どれが来ると思います？5番人気から9番人気の中でやっぱり、うん、うん、ベラ・アズールが来る、うんうん、強いからね、うん、来るんじゃないかな、ね、でまずここに来るまでは、はい、ジャスティンにしてたと、はい、そしてここで、競馬カウンセリング受けて、うん、そしたらベラ・アズールになった、うん、はい、でこの流れね、はい、時間の流れですよね、うん、自分の思考の流れですよね、はい、それを踏まえて、うん、今日の、うん、まあ今日じゃないわ明日ね、うん、10時、うん、オッズが出たら、はい、うん、考えたらいいんじゃないかなと思いますよね、うんうん、はい、わかりますよね、はい、うん、でもちろんその軸というのが当たらないと、うん、はい、5番人気から9番人気が当たったところで、はい、まあしょうがないわけですよね、はい、うん、でまあ、基本的に、まあ、もちろん絶対ないということはないですけど、まあ、5番人気から9番人気が軸になるということは少ないですから、うん、はい、1番人気から4番人気が軸っていうことを考えたときに、はい、今回、はい、一着、うん、あのね、とにかく今回ね的中させようと思ったらね、はいはい、一着だろうが何だろうが、確率の一番高いものを軸にした方がいいと思います。はい。わ、はい、かりますよね。はい。うん。例えば、例えばです、はい。イクイノックス1番人気1着で、はい、2番人気のタイトルホルダーが2着だとすると、はいはい、
どっちの方がもう絶対3着以内に入るかっていう考え方をした方がいいですね。はいはいはい。うん、わかりますよね。はい、うん、軸っていうのは、軍資金が少ない時ですよね、うんうんうん。軍資金が少ない時に当てようと思った時に、はい、もう絶対、うんうん、もう、例えば1着、イクイノックスを軸にすると、はい、配当は少ないわけですよね。はい、少な、なんていうかな、微妙な差でしょうけど、はい、例えばタイトルホルダーを軸に選んだ方が、はい、配当は高いですけど、はい、もし福山さんが、はい、どっちの方が、もう絶対来るという、はいはい、3着以内にね、はい、かっていうことで軸を決めるっていうことが、やっぱり、大きなポイントだと思いますね。単純にその以前のように一着は一番、例えば僕が今日、源さんとのその一着予想の中で一着って言って、何かを選んだ時にそれは一着だからもう相手馬っていうふうには考えない方がいいですよ。僕が選んだ一着予想がやっぱり一番馬券内に来る可能性があると思ったらそれを軸にした方がいいですよね。で、源さんの一着予想の馬がね、一着関係なく一番三着以内に入る可能性があるって福山さんが思ったらもう一着予想だろうがなんだろうがそれを軸にするということをしとかないと、もしかしたら、もしかしてですけどね、はい、これ強い馬ばっかり集まっているということはですね、はい、めちゃくちゃ強い馬が、どれか飛びますよ。はい、馬券内に入らないですよ。はい、言ってることわかりますよね。うん。うん。そうです。わかりますね。特にこういう強い馬がめちゃくちゃ集まってる時って、強い馬が飛ぶんですよ。わかりますよね。うん、うん。だから、今回の有馬記念は、大体今までの統計からしても、はい、まあ、5番人気、6番人気とか、ぐらいまでで、決まってるんですよね。うん。うん、そうすると、まあ、簡単に言ったら5番人気まで決まるとするとですね、はい、いや単純にその4番人気、5番人気が飛んで、1番人気、2番人気、3番人気が入るかって言ったら、なかなかそうはならないんですよね。わかりますよね。だから、イクイノックス飛ぶのかな、タイトルホルダー飛ぶのかな、ジェラルディーナ飛ぶのかな、ボルドグフーシュ飛ぶのかな、ベラアズール飛ぶのかな、うん。まあ少なくともジャスティンが入るとすれば、もっと言えばベラアズールが入るとすれば、はい、ね、はい、単純にジェラルディーナが本当に飛ぶでしょうかねっていうことですよね。うん、うん、初心者が考えがちなことは、いや、イクイノックス1番人気、2番人気、タイトルホルダー、ジェラルディーナ、3番人気のジェラルディーナが来なくて、5番人気のベラアズールが来るっていうふうに単純に考えがちなんですけど、そうはならないですよ。なるかもしれませんけどね。わかりますよね。特に5番人気から9番人気の場合は、はい、5番人気と9番人気の差っていうのはものすごく大きいんですけど、はいはい、1番人気から4番人気の場合は、はい、さほど大きくないです。そうですか。はい。わかります？これ覚えておいてね。はい、今日の一つのポイントとして、はいはい、5番人気から9番人気は、人気順によって、はい、かなりの実力差があります。はい、5、6、7、8、9の差は、まあ、言えば5と6の差はまあまあ大きいですよということです、はいはい。6と7の差は大きいですよ。と、はい、いうことは5と7の差は大きいですよということです。はいはい、わかりますよね。ですから、まあ、5を超えるものが、ないと、選ぶっていうことは難しくなりますよね。でも今回は G1 で、
まして有馬記念ですから、うん、いつもの G1 よりも5番人気から9番人気の実力差は小さくなります、うん、ですから今回だったら、うん、7番人気のジャスティン、うんはい、もうもしかしたらありかもしれませんよ、うん、ということ、はい、うん、ってなると、うん、5番人気から9番人気の実力差が近くなってるということは、うん、1番人気から4番人気の実力差はもっと近くなってるっていうことですよね。わかりますよね、はい、だって5から9は普段はこんだけある、うんうん、手でこう広くしてますよね、はいはい、これが有馬になるとこう縮まるっていうことですよね、うんうんうん、そうすると1番人気から4番人気は普段はこれぐらいしか差がないのに、はいね、YouTube 聞いてくれてる方は、まあ、手と手の、うん、手で今表してるんですけどこう幅が狭いということですね、はいうん、それがもっと狭くなりますよということですよね、うん、っていうことは何を言ってるかというと1番人気と4番人気の差があんまりなくなりますよということです、うん、ということはどれが飛んでもおかしくないですよということです。どれが来なくてもおかしくないですよ、うん、でこういうレースは軸がものすごく難しいです、ね、わかります ね、 そうですね、うん、言ってることわかりますね、うん、これが、ね、今回有馬記念のヒントっていうのは、うん、もちろん距離を重視するというものは、うん、変わってないんですけど、そして肩も使うということも変わってないんですけど、はい、今回の有馬記念の、うんもしかしたら最大のヒントは、はい、軸選びということがヒントだと思うんですね、うん、1番人気から4番人気の実力が近いですよと、うん、普通の G1 よりも、うん、天皇賞秋、はい、ジャパンカップ、はいはい、宝塚記念、はい、天皇賞春、そういう大きなレースありますよね。それよりも1番人気から4番人気の実力差が小さくなってますよっていうことです。うん。だから軸を決めるのが難しいですよっていうことです。うん。例えば5番人気から9番人気が、まあ1頭来るとするならばですよ。この実力差の近い1番人気から4番人気のどれかは、必ず飛ぶということになりますよね。うん、そうですね。うん、はい、そうすると一番人気のイクイノックスが飛んでも何もおかしくないです。うん、そうです、ね。実力が近いから。うん、そうですね。わかりますよね。うん、うん、オッズの数字としては一番人気、二番人気のオッズが、うん、数字が小さくて、うん、三番人気、四番人気がそれに比べたら大きいでしょうけど、うん、僕が今まで、はい長く競馬をしている経験から言うとですね、はい、こういうふうに大きなレースになればなるほど、はい、1番人気から4番人気の実力差は、うん、オッズの数字以上に小さいです、うんうんうん、接近してるっていうことです、うんうん、わかりますよね、はい、うん、うん、初心者の人が有馬から始める人が多いんですね、うん、そしてなぜかそこから競馬を好きになる人が多いんですね、うん、これは、まあ、投資じゃなくてギャンブルということ で、うん、でそれは当たりやすいんです、うん、なぜかって言ったら、うん、まあ当然一番人気も来やすいということあります、うん、過去の10年とかの統計見ても、うんはい、それよりも何よりも、はい、その1番人気から5番 JRA のホームページ、うんの、うん、今週の注目レースの、うん、とデータのところにも書いてますけど、うん、1番人気から、5番人気ぐらいでね、はい、かなりの馬圏内の馬を占める、うん、ただそこにあんまりまあ騙されたらで、まあでも分かりやすく言えば騙されたらダメですよ、はい、過去10年の、うん、その馬圏内の、うん、その人気順を見ても、うん6番人気とか7番人気とか8番人気とか、はい、言ってること分かる？ないんです。ない、ね、あるんよ。え？だって。あるわ。うん。18年とか。そうでしょ？17年。はい、ありました。うん。はい。だからね、はい、あるわ。ある。だからね、去年だけなかった。いくら JRA のホームページだからと言って、うん、まあこれガンマさんも同じですよね、はい、その人の言ってることを鵜呑みにして自分の目でその統計の数字を確認しないっていうのはダメですよ、う
ありましたね、うん、ありますよ、あります、ほんまありましたね。だから僕はジャスティンが来ても、ま、何もおかしくないと思うんですよ。そうですよね、うん、うん、はい、分かりますよね、うん、うんうん、だから福山さんね、あの、僕の話に流されてベル、あの、まあ、ジャスティンに決めて、そして今日の僕の話に流されてベラアズールに決めたみたいですけど、はい、聞いてるとね、はい、本当にそうでしょうかねっていうことですよね。そうですね、うん、もう一回自分の目で、はい、10年、うん、5年、そしてコロナになってから、はい、ね、で社会的にはもうコロナも収束してるわけですよね、はい、コロナの病気自体は全然収束してないですけど、はい、そうなった時に、うん、20年と21年はコロナの真っ最中、ね、今年はちょっと違うんじゃないかなっていうことから考えた時に、うん、うんうん、ね、はい、いろいろああでもないこうでもないっていうことを考える、うん、わかりますよね、うんうんうん、そうですよ、そういう思考をするトレーニングとして、うん、あの非常にいいレースだと思いますから、うんうん、ただまあ今回1000円ずつかけ、はい、500円から1000円、はい、1点あたりね、はい、うん、そこから考えたら、まあ、500円でいいって思う人は500円でいいし、うんうん、ね、1000円ずつで2000円使おうと思う人は使ったらいいし、うん、うんうん、それはもう自分で決めたらいいと思います、うんうん、うん、やっぱりこう自分がもうこれだって思った、うんうん、先生がああ言ったから、源さんがああ言ったから、うん、ガンマさんがああ言ったからじゃなくて、うん、福山さんもね、うん、もう分からないなりにも自分で、はい、もう逆に言ったら先生はああ言ったけど私はこうだと思うと、その理由をちゃんと書いて、うん、あの決めるという風にした方がいいですね、うん、たださっきのジャスティンの理由は、うん、その僕が言った乗り換わりというものがマイナスですよねと、ベラーズールのね、うん、そこに若干流されたジャスティンだったんで、もう一度考え直した方がいいですね、うん、はい、わかりました。もう一度今までの結果データを見て、うんうん、はい、ね、もう一度考え直して、うん、はい、うん、やった方がいいんじゃないかなと思いますね、はい、うん、まあ、今回はあの少し長めにしました、はい、まあ、これ一括で流してもらったらいいと思います、はい、あのなぜ少し長めにしたかというと、うん、はい、やっぱり福山さんにとって、はい、まあ、もう一個ねプライベートの相談があるんですね、はい、これ一個これ長めにしたっていうことは、はい、福山さん分かってますかって、はい、あなたにとって、はい、プライベートももちろん大事なんですけど、はい、ね、うん、自分の人生変えたいんだったら、はい、ね、うん、先生がなぜ、ね、今日1時間の依頼なんですね、うんうん、なぜ先生が競馬に、うん、はい、ね、競馬と投資競馬に43分、はい、44分使ったのか、はい、うん、ね、これが、うん、あなたの人生に対しての僕のヒントなんです、うん、はい、ね、はい、今日僕のところに来るまで2つの相談をしようと思って僕のところに来ました、はい、そしてあなたの思考の中でもしかしたらプライベートの方が比重が高かったんじゃないですかっていうことです、うん、感情的にはその通りでしょう、はい、僕もそう思います、はい、ただ、はい、ね、だからこそ、うん、はい、そうです、投資競馬に対する比重を自分の理性で上げなければいけないですよっていうのが福山さんの来年に向けての、はい、ね、はい、あの一番のヒントかなって思いますから、うん、まあ、あの人生のヒントの方が投資競馬のヒントよりも価値が高いわけですから、わ、はい、かりますよね、はい、うん、はい、気をつけてくださいねって、はい、はい、うん、わかりました、はい、わかりました、うん、そしたら少し長くなりましたけど、はい、あの全力で有馬記念、はい、頑張ってみてください、はい、以上です、はい、ありがとうございました。